ストライクショット、こんにちは、モンストの中のささのパッチョトッポナエです。さあお待ちかね、バーン、ルパンカラパン、うん、ミネフジコ&デニガタ警棒を使ってみようと思います。あはん、あはん、あはん、デニガタはもう手錠しかないっすね。あはんに近いすぎた。早速じゃあミネフジコちゃんから行ってみようと思います、うん、行ってみましょう。さあ来ました。データスは貫通でマイシパ。うん、あでも砲撃型で長距離本命8。あいいね。うん、じゃあ貫通なんで一旦このフヤたちをザシュッと、ザシュザシュ、ほうほうほう、うん、なるほどね。うんうん、マイスイッパーなので行きます。ほい、マインを取って、おーい、強い、いいよ。マイン取れるとね、攻撃力アップになるからね。うん、じゃあ藤子ちゃんの友情攻防に当てたいと思います。こ、うん、んな感じかな、こうかな、どうなもんでしょうか。見えたかな、もう一回行ってみようか、ま、そうだね、攻撃も入ったからちょっとこんな感じで、じゃあ行ってみます。こんな感じ、うん、結構強いんじゃないかなと。どんなもん入ってんだ今、途中真ん中あたりで入りましたね、うん、ホーミングが入りました。ストライクショットは、フレッタ的にルージュで打ち、うん、メテオ的な感じですね。ですね、どうしようかな、シールドとか破壊できるかな、こういう感じできます。じゃあ、うん、毛があるから美しい花だってあるじゃん。ストライクショット。お、お、なんか今なんだ今の、ルージュだ、ルージュ、あ、そういうこと、ルージュで追い打ちって書いてあった、そういうことか、そういうこと。どれぐらい行ってたんだ今。見えてなかった。見えてなかった。こっちに目が行っちゃって、もう一回見てみます。もう一回見てみましょうか。うん、はい。ルージュで追い打ち。行きますよ。来た。ああ。55万。55万犠牲だから56万近く入ってますね。ね。通ってますけどね、うんうん、これね、噂によるとこのルージュの追い打ち、うん、男性キャラ相手にした時に稀に睡眠効果を発揮するという噂が入っております。男性だけ眠らしちゃう、そう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 。今これ鉄線攻守女の子なので、うん、眠ることはなかったんですけども、男性のボスの時稀に、稀に起きるってことですね。男性の雑魚の時稀に起こると。藤子ちゃんだな。眠らせちゃうっていう。おお、それちょっと見たいね。見たいね。ネットしてやろう。ね、ぜひ皆さんもやってみてほしいですね。はい。では続きまして、ゼニガタ警部いきましょう。いきましょう。見てみますよ。はい。テタス、アンチダメージオール、ゲージでアンチワープ。ダブルアビリティ。おお、パワー型だ。あ、ロックオンワーメイレーザー L。おお、本当だ。いいね。じゃあ、あ、どうしようかな、どんな感じだ、一旦まずはね、こんな感じ、うん、うんうんうん、パワーあります、ありますね、うん、じゃあちょっと見てみますか、当ててください。ラックオン、うわー、すげー、ラックオン強い、やっぱいいですねラックオンね。ただね、ワンレーザーとね、うん、狙わないといけないけど、確かにロックオンも狙ってくれますからね、狙ってくれるから。さあ来ました、ワープです。アンチワープですよね、ゲージでアンチワープなので、うん、大丈夫かな、大丈夫、完璧だ、ナイス。これで、ね、だから、普通にアビリティとしてアンチダメージオーラー持ってるんですよね。持ってます、うん、なので、うん、今までだと氷だとヒュドラとかも持ってたアビリティのセットかな、うんうんうん、あとガチャキャラかな、うん、と思います。打ってみよう、うん、ストライクショットはフレタ的に手錠で追い打ち、オッケー、ルパン逮捕だ、当たれ、いけ、どうだ、おー、あ、麻痺した、麻痺するんだ、攻撃できない、
攻撃が来ない。ちょっといつまで来ないんだろう。試してみようか。ちょっと行ってみましょう。これで GGG バイバイって言って、バイバーイ。まだまだ来ない。あ、はっ、2ターンかな。うん。さあではメテオの攻撃力見てみましょう。さあ打ちますよ。2つ当たって、うん、シールドと本体それぞれ18、19万、うん、20万弱ですね。ですかね、うん、でこれで2ターンスキップできるからいいですよね、うんうん、これ蘇生とかね、ね、回避できてますからね、うん、かなりいいんじゃないかなと。はい、というわけでではステータス詳細いきましょう。いきましょう。まず藤子ちゃんからこちら。ポイントはこちら、うん、じゃん。初降臨キャラでマインスイーパープラス貫通プラスキー属性ということですね。そうです。おー、マインスイーパーと貫通の組み合わせも降臨キャラで、初。あ、そうなんですね。で、マインスイーパーと貴属性っていう組み合わせも降臨キャラで初と。あー、じゃあ結構新しいんだ。新しいです。今まで木で降臨で持ってない人とかはね、うん、いいじゃん、ね、いいですね。あと砲撃型で長距離方面が8ということで、はい、友情コンボが強いですよね。かなり強くなっております。よかったね、このルージュの誘惑がね、うん、メンズだけを眠らせる可能性があるっていうことが結構ね。おー、ジコちゃんだね。ぜひ皆さんチャレンジして、ね、そういう動画を見てみたいですね。はい、ぜひチャレンジしてください。はい、いけるクエストは何がありますかね。いけるクエストは木だから、うん、さっきは鉄線講習行った、うん、鉄線講習。あとよくあるのだと食いバタ。あ、食いバタもそうか、うん、結構地雷が出てくるので回収して攻撃力アップで倒しに行くみたいな感じですかね、うんうん、なるほど、はい、いいですねとなっております。はい、では続きまして銭形のステータス詳細いきましょう。ちょいお待ち。はい、続いて銭形、はい、こちらになります。ポイントはこんな感じ。じゃん。ダブルアビリティ、うん、アンチダメージオールとゲージでアンチワープですね、はい、で、ワンウェイレーザー L のロックオンでございます。これ良かったね、うん、雑魚掃除にもなるし、いいですね。よかった、ロックオンなんで。で、ストライクショットが麻痺効果もまれにあるという、はい、メテオですね。手錠でね、うん、ヒューンと降りてきましたからねというようなデータスになっております。はい、たということでね、はい、皆さんゲットしていただいて、これもね、みんなクエストでゲットできるということなの で、はい、これもうずっと出てるクエストなので、うん、ぜひ皆さんやってみてください。はい、はい、ではでは、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。モンスト公式チャンネルを登録されていない方はぜひ登録をお願いします。スマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録をお願いいたします。またモンストアニメの公式チャンネルもあるので概要欄からチェックしてみてください。パソコンよりご覧の方はこの画面の上にあるボタンから登録をお願いします。では引き続きよろしくお願いします。バイバイ。